めゲームプラン。本日も e フットボール2023アプリのゲームプランをご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのは戦術延長傾向ダイヤモンド442。前回お届けしましたこちらの動画で話題の AI チャット GPT と一緒に考えたショートカウンター4123対策の実践編となります。対策の内容につきましてはちょっといつもより長尺ですが、ぜひ概要欄より前回の動画をチェックしてみてください。簡単におさらいしますと、4-4-2のフォーメーションチームスタイルはポゼッションで、基本的にはボール保持サイドを使ったビルドアップで相手の特徴であるハイプレスを回避、また機動力のある選手をサイドに配置して、こちらが優位性を取れると予想されるミドルサードサイドのエリアを有効に活用しよう。ざっくりとそのような対策をチャット GPT と考えて組んでみたゲームプランはこちらです。使用したのはアルゼンチンをベースチームにして設定できるこちらの右下がり2トップが特徴的な4-4-2。そして今回の人選はこんな感じ。それぞれのプレイスタイルはこちらです。ちなみにメンバー選考もチャット GPT が示してくれた人選の基準に従ってみました。機械にはこちらの豪華メンバーが勢ぞろい。2トップにはムバッペとペアルディ、アドバイス通りのフィニッシャーとクリエイターの組み合わせです。そして今回の最注目ポイントは右サイド、フリンコンを大外にインナーラップサイドバック、カンセロとの組み合わせ、インサイドハーフの右に指向性360度、プレーメーカー、ベダッキ、ここに前線のベラルディが加わるダイヤモンド、この4人が今回の戦術的仕掛けの核となります。端的に言えばワンサイドオーバーロード戦術。対策の重要ポイントであるミドルサード、サイドのエリア、つまり4-1-2-3ではスペースができやすいこのエリアを右サイドにできるこのダイヤモンドで制圧します。右サイド起点の攻撃をメインとし、たとえ流動的になっても少なくとも4人以上の選手をこのエリアに集めます。4-1-2-3の褒めの特性上、このエリアにそれ以上の人数をかけることはほぼ不可能。常にと言ってもいいほどこのエリアでは数的優位な状況を作り出せます。そして相手がもしその状況を打破するべく対応をしてきたとしても、最初の数的なズレはまたさらなるズレを生み、中央エリアまたは逆サイドへの展開で決定機が生まれます。そしてボールホルダーに対して3人のパスの受け手がいるというボックスの形を作りやすいというのがこの4-4-2の特徴。逆サイドからの展開も問題ありません。どの選手にボールが入ったとしても常にフラットなボックスの形を作りやすい4-4-2が万能型だと感じてしまう要因の一つだと思います。そんなフラットな形のフォーメーションを可変させることにより流動性を生み、相手のマークのズレを作るというのが今回の右サイドダイヤモンドオーバーロードという仕掛けの狙いです。フラットなボックスの形の中に突如現れるダイヤモンド、サイドのエリアにおけるパスコースが溢れ出すオーバーロード状態、相手のハイプレスを巧みにかわしつつ流動性によりスペースが生まれる過程、マークがずれていく過程を楽しみましょう。ちなみに今回のプランはショートカウンター4-1-2-3の対策プランとして考案してみましたが、もちろん他のフォーメーションプレースタイルの組み合わせのゲームプランとも十分渡り合えるものになっていると思います。特に流行中の 2OMF4-2-2 や4-2-1-3など、やはりサイドのエリアに隙があるようなフォーメーションと対峙した時には同様な効果が期待できます。戦術延長傾向ダイヤモンド4-4-2、話題の AI チャット GPT と一緒に考えたショートカウンター4-1-2-3への対策プラン。必要なハイプレスをかいくぐるためにサイドのエリアに作るダイヤモンドオーバーロード、そのダイヤモンドをきっかけに生まれる流動性をお楽しみください。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。引き続き短い時間で一つのアイデアをというコンセプトで動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。